こんばんは。ふくちゃん、お疲れ、ありがとう。こんばんは。どうも。今日8時ぐらいから配信するって言ったけど、結局帰ってきたのが8時過ぎだったから、そう、9時から3期生の番組だし、どうしようと思って結局9時半になっちゃいました。こんばんは。今日はね、雨だったからすごい髪さ、昼配信で髪もさ、こうやってアイロンヒューヒューってしてたんだけど、雨だったからもうパヤパヤになっちゃいました。ミキヤくん、クッキー、サワッチャさん、お疲れ、コウジさん、クッキー、ユータくん、お断りです。クアドリさん、クッキー、シンイチさん、お疲れ、ジンダイさん、お疲れ、ユータくん、レインボースター5個、ありがとう。クックさん、シンイチさん、1400日おめ、ありがとう。おみかんさん、お疲れ、いっちゃん、お疲れ、しゅんさん、お疲れ、ありがとう、お断りです。右田ピッポさん、クッキー、いっちゃん、クッキー、風のしんさん、かわいい、ありがとう。おさてぃさん、ハートありがとう。としさん、ハート。らくさん、お疲れ。メロンのあそこさん、チョコポップ、え、チョコポップまだあるのこれ。しょうさん、1400日おめ。ミスターさん、だるま、はまこんさん、1400日おめ、ありがとう。チョコミントさん、おめ、ありがとう。石川先輩、スカイホエールさん、ハート。風の新さん、ハート。コウさん、かわいい、ありがとう。ミキヤくん、ぼんやりさん、しゅんちゃん、クアドリさん、コウさん、しゅんぼうさん、おめ、ありがとうございます。ガトーショコラさん、しんいちさん、クッキー、さとこさん、ハート。クロさん、お疲れ、ありがとう。もりもりさん、クッキー、ゼータン、かわいい、ありがとう。メロンのあそこさん、お断りです。しんいちさん、お断りです。クロさん、ジンダイさん、カズノシンさん、イモケンピさん、カエデさん、ユータくん、フクちゃん、イッちゃん、ダースーさん、カズヤさん、おめ、ありがとう。メロンのあそこさん、ジンダイさん、クッキー、ネロケンさん、モチハダさん、ハート、ありがとう。カードリさん、レインボースター、カメさん、ニャンコ、ジャパングさん、拙者さん、メロンのあそこさん、おめ、ヒロシ BKK さん、ハート、シオナさん、かわいい、ありがとうございます。皆さん、たくさんありがとうございます。コメントもありがとう、こんばんはの挨拶もありがとう。コウジさん、カラフルなペンライトありがとう。シェンさん、ハットありがとう。シュンちゃん、お断りです。アルテミスさん、おめ、ありがとう。こんばんは、みんな、おめ、ありがとうございます。いつも配信見てくれてありがとうございます。これからも喉をいたわりながら配信していきたいと思います。これからも見てください。カズノシンさん、にゃんこちゃん、ありがとう。ホッシーさん、チョコポップ、いっちゃん、おめ、ありがとう。え、このチョコポップ、昨日でお別れと思ったのにまだいたんですね。まだ今日もあったんですね。しのさん、おめ。しんいちさん、バラありがとう。あれ、バレンタインまでかと思ってたよ。あきもさん、お断りです。藤岡猫にゃーさん、噛んだ。藤岡猫にゃーさん、ハート、ありがとう。たくさん、クッキー。しゅんさん、おめ。くろさん、クッキー。るねさん、おめ。としさん、ラブレター、ありがとう。まだバレンタインなの？そうか、そうだよね、まだバレンタインだよね。としさん、ラブレター。かずやさん、クッキー。ロスゴルベアドレスさん、栃木のスーさん、キョンシュさん、おめ、ありがとう。こんばんは。ね、いつまでさ、18まで、おお、18までか。日曜日まで、お話し会の日まで、日曜日までだそうです。なんだ、昨日までかと思った。イベントが昨日までってこと？そう、スモーク炊いてます。喉いたわり中。
ロスゴルペアドレスさん、ペンライト、ひどっちさん、おめ。たかしんさん、クッキー、スカイホエルさん、クッキー、マポスさん、チョコポップ、ありがとうございます。こんばんはです、皆様。今日はどんな日でしたか？あ、ファンクラブのグッズ届きました。ね、嬉しい。ありがとうございます。注文してくださって。ファンクラブグッズ。報告もありがとうね。ハッシュタグつけてくれて。見ましたよ。なんかでっかかった。想像以上に大きくてびっくりしました。ポスター ?3 期の学力がかなりやばい。いや、なんか前々からさ、なんかやばい四字熟語みたいな。四字熟語じゃない。熟語なんですっけ、ことわざ、ことわざかなんかやばいの流れてきてて、前々から。でも私も頭はちょっとおバカだから何も教えてあげられません。仲間です。ヒロさん、花束ありがとう。歯医者で歯を削られました。あー、今まで一緒に生きてきた歯がちゃんと別れ告げましたか、歯のかけらに。フェスの特典会、え、特典会、特典会どんな感じなのか未だに分かってなくて。まさかさん、クッキーありがとう。大和たけるさん、おだしさん、クッキーメロンなさこさん、だるましんいちさん、ゲームギフト、おみかんさん、1400日タワーありがとうございます。ありがとう、お祝いしてくださってありがとうございます。さんいちさん、おめ。山さん、クッキーありがとう。ありがとう。今日お昼配信でもしんちゃんさんからいただいたタバのお礼ありがとう。しんちゃんさん、ちょっとお腹の音鳴っちゃった。しんちゃんさん、お昼配信でタワーくださってありがとうございました。お仕事お疲れ様です。ありがとう。じゃんじゃじゃーん。今回はぷっくりさせてみました。ぷっくりパターンにしてみました。昨日はこんな感じにしたんですが、そう、昨日もいただいて今日もいただいたからまた違う感じにしようと思って。どうでしょうか。ありがとうございました。これからもパセリと楽しい配信を過ごしていきましょう。配信時間を共に、いつも見てくれてありがとう。ずっとずっと見てくれてるもんね。お互いおめだね。お互いおめでとうです。ありがとうございます。おみかんさんもお礼書くね。ちょっとお待ちよ、ちょっとお待ち。サルトビニザエモンさん、おめありがとう。マポスさん、おめありがとう。華やかな自転車さん、どんな自転車、おめありがとう。サティさん、ハリーポッターメガネのひげおじさん、おめありがとう。カムイさん、パイの実さん、ヤマさん、クッキーありがとう。華やかな自転車だって。どんな自転車？どんな自転車ですか？よっこらしょ。黒さん、バラありがとう。こんばんは。こんばんは、こんばんは。みんなさ、今日の近況報告してくれたのに。ちょっと待ってね、遡ってみんなが今日何をしたか。キャラーニに支払い、ああありがとうございます。フェス1回目の時は囲み撮影でした。おえー、囲み撮影、フレーム買って飾る、ありがとう。フレーム買ってくれるの、ありがとうございます。あんかけ揚げ出し豆腐おいしそう。パセの今日の夜ご飯はスーパーで半額だった、なんだったっけ、ヤズの刺身を買いました。 Today's 晩ご飯 is Today's dinner is ヤズ半額。花粉症開幕しました。大変。メンバーも花粉症めっちゃ多いから、もう常にきつそう。レッスンの時とか鼻水ジュルジュル。ミハヒナさん、クッキー、ミヤティさん、ハートありがとう。ふっかりあんこさん、おめ。マリオ2さん、おめ。
ありがとう、クッキーもありがとう。ヤズはあれよ、ヤズはあれよ、ハマチ系の部類です。ハマチ系よ、ハマチ、ブリ、ハマチ、ヤズみたいな、確か合ってる。ヤズヤ、ヤズヤじゃないよ、828828じゃないよ。え、何琉球、何琉球。レフトさん、オメ、アンバさん、ジンダイさん、ハット、ノブーさん、ビンゴの海賊さん、オメ、シイチさん、小判ありがとう。やずややずや、やずややずや、おもろい、懐かしいな。かわちゃん、オメありがとう。みつるんさん、おめありがとう、ありがとうございます。祝ってくれた。寿司の絵文字と鹿がついてるってことはサーヤン鹿ってことだと思うんだけど、ありがとうございます。祝ってくれて、おめ言ってくれてありがとうございます。え、琉球って何？大分の郷土料理。でも聞いたことあるかも。あ、笑ってる。図星だったみたい。サーヤンシカだったみたい。やっぱ当たってたわ。いっくん、おめありがとう。みんなもおめでとうだよ。パセリの配信、みんなと共に作る配信だから、みんなも1400日おめでとう。100日後は東京池袋、アニメート池袋本店でサイン会のイベントがありますので、100日後がねその日だったので、もしお時間あえば、もう時間だって、お時間あえばお待ちしています。ズーデスさん、おめーありがとう。コナンさん、おめーありがとう。フィリップさん、クッキーありがとう。そう、あのね、アニメートさんのやつの、今日メールでもお知らせして、昨日も X でリポストしたやつのイベントがちょうど1500日の配信の日らしいです。今日の昼配信と教えてもらいました。だから配信がどの時間にできるのかはそのイベントの時間次第になっちゃいますが、よろしくお願いします。あ、そう、明日は千穂さん、マイキューさん、サーヤン、アカリンさんがそのアニメートさんのね、アニメートさんのやつの生配信があるそうです。そう、土曜日からだよ、対象、そのイベントの抽選対象の配布チケットみたいなやつ、シリアルコードだから気をつけてください。あさってからです。あさって土曜日からです。林藤夫さん、おめー、ストーチのミニマロンさん、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。ついにね、みんながずっと欲しいと言っていた抱き枕が出ちゃうんですわな。ついに添い寝してしまうんですわな、みんなと。あんなに PR 舞台のグッズで出したいと言っていた抱き枕がついにここに来て、どうする？ちゃんと添い寝してる？添い寝してくれるの？お断りですか、もしかして。そう、でも抱き枕かっこカバーのみだから気をつけてくださいね。やったー、ゲットした、今日から寝るぞーとか思ったら中身ないから気をつけて、ペラペラのパセリになっちゃう。気をつけて、中身ないですよね。中身ね、どこに売ってるんですか？私抱き枕買ったことないけん、
抱き枕買ったことある方、アニメイトでよくアニメグッズとかで買うよとかいないのかな、他のなんかアイドルとか芸能人とかアニメの抱き枕持ってるとかないのかな。でもドアとか壁に貼るのもありかもね、抱き枕カバーを抱き枕としてじゃなくて。ニトリにあるの中身。そう、別売りなんですよ。注意点、注意点でございます。ニトリ、わかった、ニトリね。私も買おうかな。私いつもさ、実家用にさ買ってるんよ、グッズ。自分の実家、お父さん用、おじいちゃんおばあちゃん用とかで買うんですけど、さすがに抱き枕はさ、私のお父さんがさ単身赴任先で娘の抱き枕持ってたら、ちょっとさ、ちょっとなんかね、ちょっとなんかねえちょっと気まずいじゃないですか。だから抱き枕以外を家族には買おうかなと思います、ね、ちょっと気まずいよな。リサーチャーさん、おめありがとう。鬼すずめさん、お断りです。まもるさん、おめありがとう。壁に貼る？貼ってくれる？スケオさん、お断りです。部屋が2個ぐらいある人はこうガチャッと開けるタイプのドアの場合はさ、ドアのガチャッてこう外側の方に貼っとけば、誰か来た時はずっとドア開けっぱなしにしとけば、その貼ってる画面、貼ってるところは見えないから、ドアの外開きの方っていうのに貼るのはどうでしょうか、いかがでしょうか。ニトリのいろいろ使えるポリエステル枕、正式名称。ゆずふくさん、おめありがとう。ポリエステル枕が合うかもって、誰かサイズどんぐらいだ。確かに食べ捨てり、そうだね、確かに、うん、そうだよね、難しいな。こんばんは。ドンキ、ドンキで買って枕こうやって持って帰るの。確かにそうね、うん、いや、そうなんだよね。ちょっとお値段ね、お値段ちゃんと見てくださいね。たまにそのグッズの値段見ずに買っちゃうタイプの人いるから、しっかりお値段もお財布と相談しながら検討してくださいね。そう、カバーのカバー、ああ、うんうんうん、カバーのカバーしたらもうやばい、カバーがカバーも洗わなきゃ。ナルシさん、おめありがとう。カカシの代わりに畑に飾ってみる、やばすぎ。ジェラピケのモコモコ着たパセリが畑の見張りしてくれんの、弱そうすぎる。カラスに舐められるわ、いろんな意味で舐められます。天熱さん、クッキー。マコボヤさん、おめありがとう。自分で綿入れる、あー確かに、確かにそうだね、自分でそういう綿買ってきてね。私も昔クッションとか作ってました。裁縫趣味だったんですよ、私小中学生ぐらいの時、小学校高学年から中学生ぐらいまで裁縫趣味でよく縫ってました、手芸。リキさん、おめ。華やかな自転車さん、BD マンさん、おめありがとうございます。あおさん、クッキーありがとうございます。マポスさん、チョコポッパありがとうございます。
でもクッションとかもう綿詰めたらいいけ、しかも人に見せるわけじゃないけん、もうどんなに雑でもいける。山から大きさ合いそうな木を切ってくる。硬くない？パセリカチカチじゃない？ちゃんとなんか毛虫とか幼虫とかいない木にしてくださいね。気をつけてくださいね。良平さんありがとう。やばい、口ばっか動いちゃう。アイスレモンさん、クッキーありがとう。こんばんは。抱き枕、抱き枕。まるさん、クッキーとだるま、ありがとう。昼寝5時間、え、もうそれもうさ、昼寝レベルじゃないですよ。昼寝5時間したんですか？夜寝れないじゃん。昼寝、私は今日は松葉に行って30分爆睡しました。気づいたら松葉終わってた。なんかね、話しかけられるんですよ。しみませんか、大丈夫ですかとか言うけど、もしかしたら寝てる間に無視したかもしれん。3回ぐらいはちゃんと返答したの、大丈夫ですって言ったけど、目閉じてるからさ、マツパだからね、30分ぐらい爆睡だった。50分中で、50分中30分爆睡。なんか椅子がさ、ふかふかなんですよ。こうやって寝転がってるからね、寝ちゃうんだよね。前はなんかこう美容院のシャンプー台想像してもらったら分かると思うんですけど、歯医者とかのこういうちょっと頭がこう、あのここ顎が上がってるから、呼吸がたまになんかクッてなって、分かる、無呼吸になる人いるじゃん、寝てる時に。そんな感じでクッてなって、自分のクッていう音でって起きる時があってね、恥ずかしい。よだれ出なかった、大丈夫だった。今日は大丈夫でした。ゆすりざるさん、ハートありがとうございます。でも昼寝5時間ってコメントびっくりです。夜もちゃんと寝てください。パーコ明日ね、明日はお休みなんですけど、予定をね、楽しみの予定を立てまして、なんと早起きマンです。何時に起きるかっていうとね、3時半。だから今日配信8時ぐらいにするねって言ったんだけど、家帰ってきたのがもう過ぎちゃってて無理だったから、明日早起きマンなの。でも寝れる気配ないんですよね、今のところね。早いでしょ、私もびっくりよ。だからもう朝配信もできないぐらい早いので、明日は配信夜ですね、このぐらいの時間から、今ぐらいの時間から配信すると思いますので、もし明日の夜忙しくないよ、パセリに構ってあげてもいいよ、パセリが言うならしょうがないなって方はぜひ構ってください。いや、パセリに構ってられないよって方はまた今度見に来てください。そんな感じでゆるく見に来てください。お互い気を張らずゆるく行きましょう。なんでこのルームがこんなに1400日も続いてるかっていうと、そういうゆるさがあるからですね。
でも最近はちゃんと予約を覚えましたよ。配信予約を今まで入れなかったんよ。でも最近はちゃんと、そう、でも昼配信は最近ちょっとゲリラだけど、予約を入れて計画的にするようにしています。よし、書けました。じゃん、おみかんさん、タワーありがとうございます。1400日、じゃんじゃじゃん、ありがとう。名前をさ、あのでかく書きすぎてコメント書く場所がちょっと分かれちゃいました。ありがとうございます。これからもこの憩いのショールームを大事にしていきたいと思います。そうなんだよね、パセリ活したくても最近ショールームしかないよね。また公演やイベントがあるときは一緒に楽しい時間を過ごしましょうね。また待ってます、感想もたくさん。いいね、カラフルだわよ。今日のスケッチブックはとってもカラフルだわよ。1400、イエイイエイ、おめでとうございます皆様。おみかんさんありがとう、スタンプありがとう、こちらこそだよ、ありがとう。みふねさん、チョコポップ、ゾンビハラシーさん断り、あれこれ断ったっけ、もし断ってたら2回目断りだ。伊藤ひろしさん、おめ、マーシーさん断り、パイのみさん、タワーありがとうございます。タワーが来た、ありがとうございます。食費に当てなくてよろしいのでしょうか。5時間睡眠。福フェスに来る方、福フェスでいっぱいパセリ見てください。ねえねえ、福フェス楽しみ、とっても楽しみです、福フェス。ねえ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 、福フェスさ、福フェス、みんな福フェスなんだけど、22にあるんだけども、まだ一般発売してるんですよね。いかが？私の今月唯一のステージですので、ぜひぜひぜひ、お時間合えばぜひ、いかがかしら。でも次の予定、次のステージの予定は、福フェスの次は3月2日のバスツアーが、ミニライブがあるので、そちらも動いてるパセリは見れます。すでに持っとるんか、ありがとうございます、よろしくお願いします。お土産、お土産何のお土産、何。でもさ、あれだよね、あかりんさんとおきさんは次の日ファンクラブイベントで、そらはさんとか帰ってきて公演ありますもんね。しみさらの生誕祭が翌日にあるから、もうすぐ帰ってくるよね。ね、花だる公演が広島で、エディオンであるけん、ねえ、こんばんは。福フェス、え、福フェスケータリング聞いてないよ。グルメ担当しましょうか。もう手配してるのかな、グルメ担当。でもわかりそう、なんかタピオカとか言いそうじゃん。花沢で行くの、パセが出てるやつも見に来てね。バーコしばらくないけど、僕はマイカー公演がしたいんだ。マイカーしたいよ。
みんなマイクは不足。ショールームマイクは公演ちょっとね今んとこ予定が立てれなくて、あのみちさんの卒コンのレッスンとかも始まったりしておりまして、そのね自分の休みとレッスン場とかのそのさすがに家で踊ったらさもう苦情祭り、私は広島から追い出されてしまう可能性があるけん、ちょっとレッスン場借りれたらいいなと思ってて、でもそのさ自分が出ないレッスンでも3期の僕隊とかさそういうフェス系とかのレッスンがあったらちょっと分からんから、まだねいつになるかは未定ですが、ショールームでマイカー公演したいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。もし決まりましたらよろしくお願いします。ちなみにまだ決まっていませんのでよろしくお願いします。かずきさんクッキーありがとう、あるさんおめありがとう。久々にマイカ、自分の生誕ぶりとかですね、11月ぶりとかクリスマス覗いたらね、やったやった。そう駒田さん引用来た、でも私が返信したらちょっとあのねなんだっけ、いつもここからさんいるじゃん、お笑い芸人の一歩進んで前ならえの人いらっしゃるじゃないですか、あの方が昨日ポストされてたんですけど、昨日か一昨日かポストされてたけど、なんかその気まずいみたいな、返信してしまったら気使わせちゃうみたいな、そういうなんかいつも共感するポストをされててフォローするかずっと迷ってるけど、はぁっ てブックマークにいつも入れてる、わかるって。なんかねそう駒田さんからリプいただいてわーとか言ったんだけど、その時ソロ挟んでいたから見てって言って見せたけど、それに反応してしまうと向こうもまたさ気使わなきゃいけないというか、またいいねをしたりとかしてくださると申し訳ないから、なんか人生の時間割いてもらうの、しかもさ無線じゃないですか、無線のなんか何お金も払ってない絡みってなんかさ余計申し訳なくて、だから何もあえて反応しなかった。ね、難しい。なんか思っちゃうのそうやって。私はね、正月に沖さんと初詣と初売り行った時もちょっと奮発してさ、メイク道具を買ったんですけど。2年連続でもその時も自分を励ますための言葉として、いやでもこれスペイベだからって、コスメにも課金してるけど沖さんのスペイベにも課金したと思ったらもう相当安いぞって自分に聞かせてもうなんか全てを換算してしまうっていうか、何なんですかねこの思考は。だってさお得じゃんそんなね。そう理由が欲しくなる、そうなんかすぐご褒美買っちゃうみたいな、そんな感じ。まあ初見だよと言えればそうだ。こんばんは。ああカメラ買うとき同じこと思ってる。あよかったよかったよかった。私ちょっとさすがに今度さもうずっと言ってるけど iPhone はさすがにそろそろ新しいのにしようかなと思ってまして、それもいやこれは iPhone はお仕事でたくさん使うし、あのいっぱい写真も撮るしって言うので決めたんよ、やっと買うぞってやっと決めたの。
2日前ぐらいにもう散々悩みに悩みまくって、症状までもいっぱいどうしようどうしようって言って、よし決めたと思ったけどさ、いざドコモショップとかそういう携帯ショップとか通るたびになんか入りづらいうんってなる、構えちゃうあとかわかりますか、あ今日やめとこうと思ってやめちゃう、いけない無理なんだよね。しんいちさんゲームギフト、かずおさんおめありがとう、メビウスさんクッキー、じんだいさんアイス、としやさんわら、やすべえさんおめ、なごみさん、かずさんハートありがとう、レフトさんハート、かずのしんさんとっといありがとう、ソーリーさんハートとだるまありがとう、さんちゃんだよだるま、テキサスのロースターさんわら、おっさんハートありがとう、ありがとうございます、かずきさんクッキーありがとう、よしひろさんクッキーありがとう、わらびもっちーさんハートありがとう、もうちょっとね、でも携帯会社、そう携帯会社を変えるかも悩んだけど、家族みんな同じだから、その電話のかけ放題プランとかそういうのを考えたらうーんってなった、そうどうしようと思って、のぎんさんクッキー、メロンのあそこさん、レインボースターありがとう、ミキヤくんハートありがとう、悩むわ、だってまだ使えるからね、うん、星何、俺のカードで買っていいよってコメントかと思ったけど全然違った、なんだ星だなんだ、マコボヤさんレインボースター、トモさんクッキーありがとう、いやわかるオプションね、何もわからないからさ、はいって従ってしまって、本当にこれお得なんだろうかとか、あとさ携帯買い替えるとさ、最初の2ヶ月ぐらいとか3ヶ月ぐらい入っとかなきゃいけないやつとかあるじゃん、で3ヶ月ぐらい経ったら解約自分でしてくださいねとかあるじゃないですか、あれ絶対忘れるもんね、あれわからんもんね、ゴンペンさんおめ、アシーさんコバンありがとう、即解約して、あそうなの、え、わかるわかる、悩むの面倒、そうそうなんだよね、わかんない、結局どこがお得かわかんないから、まあ今のとこでいっかみたいなね、そうだよね、ねえ、え、そう絶対私もなんか惹かれてると思う、知らぬ間に入ったやつとかで、また口ばっか動かしました、手も動かします、にしさんおめありがとう、こんばんは、こんばんは、こんばんは、なんか、うん、来週かな、うん、来週広島話し会の日にさ、柿フェスティバルがあるって昼配信で話したんですけど、なんとお芋フェスティバルもあるらしい、お芋は金土日であるらしいの、どう芋好きの方、柿好きの方はぜひ広島城へ、芋好きの方はゲートパーク行ってください、パセリ好きの方は中小企業会館へ来てください、え、柿じゃない、柿海鮮、海のミルク、オイスター、あ、そう RCC、 そう、あの辺のとこ、そう
NRR0022 さん、おめありがとうございます。夏季のフェスティバルは24、25に広島城のところであります。10時から16時までで、芋のフェスティバルは23、24、25に広島ゲートパークっていう、パセリがこの前スタバにバッグを忘れたところです。だからぜひパセリのバッグ忘れスタバを見に行きたいって方もおすすめ。そう、広島お話し会の日なの。だからね、パセリの連にも来てほしいけど、せっかくなら広島も楽しんでほしい。どっかから来てくださる方は、広島県の方もそうだけど、どこか他の県から来てくださる方、ぜひね、牡蠣とか食べてほしいなと思っておすすめしたかったけど、徒歩2000時間じゃなかった徒歩2時間かかるんですよ。徒歩2000時間やばい、徒歩2時間かかるから、そう、あの牡蠣、広島城からお話し会の会場まで徒歩2時間なので、うん、ちょっと厳しいかもだけど、2000時間やばい。ね、そうなの。でも公共交通機関を使えば早かったです。昼配信で調べたんですけど、結構早かったです。お、初広島。嬉しい。嬉しいわ。アルパーク行き、そうだね、アルパーク、アルパークとかレクト行ったらさ、お買い物できるから、中小企業会館でもしご飯悩んだらアルパークかレクト行って、あのそういうなんていう の、 あのショッピング施設みたいなのあるので、ご飯の心配みんなしてるか分かんないけど、ご飯も安心してください。あれあるよ、私の大好きな父安のお店もあるので、アイスのことも心配しないでください。アイス食べたくなったら父安のショップに行けばいいです。チーボーいます。阿部寛さん、おめありがとう。青葉の三毛猫さん、ハートありがとう。そうだから安心してください。エジリン、おめありがとう。サコト、確かにサコトイベント一緒になったことない。今までさ、ユニットごとだったから、今回初めてユニットじゃない構成だったので、今回は高崎彩子一緒でした。もうちゃんと来てよね。はじめさん、ロケットありがとう。伸ばし棒さんか、はじめさんか、いちさんか、なんだ、二の前さん、ありがとう。ロケットこんばんは。すねてますかみんな。いちさんか、はじめさんか、のばし棒さんか、二の前さん、ゲームギフトもありがとう。全部言っとく。ハートもありがとう。そう、スペックで覚えましたよ、スペック。なんかね、そのスペーベ、この前のスペーベが、私が最後から2番目の部だったんですよ。で、私の次が最後、もう本当に1日のラストの部だったんだけど、なんと、あの、自分が事前に申請しなきゃだったんですね。材料、これとこれ使いたいって。で、私はいちご、あ、間違った、アイスとチョコペンとアーモンドとかを、あと生クリームを申請しとったんやけど、なんとね、最後の部はもう最後だから、どの材料も自由に使っていいですよっていうルールだったらしくて、マカロン、サラちゃんがマカロン
を用意してたやつとかもなんか大木さん分けてもらってたし、なんか生クリームとかねなんかめっちゃ使ってて、そうパーティーだった。写真見たらね、私も今度こういうのあったらマカロンとかなんかちょっと良さそうなやつにしようかな、豪華な。何が欲しいですかって、何を用意したらいいですかって言って、うーん、お菓子作り、まあチョコペンとかかなと思ってさ書いたらさ、そう何でも使い放題だったし。恋愛小説家さんおめありがとう。おきちゃんの生クリーム2本使った、いいな生クリーム。生クリーム最近私もたれるようになってきたんですよ。あんなに生クリームをさ一人で一本使い切ってたのに自粛期間中、それで激太りしたっていうのに最近ね胃もたれというものを知りました。文化祭、文化祭とかなんかいいよね、漫画の世界って感じ。私の文化祭の思い出はポン菓子を作ったことです。タウエーブだったからポン菓子の機械、鉄の棒みたいなの持ってバーンって叩いてバーンって言ってうるさいみたいなキューとか言われながらポン菓子を作るっていう思い出があります、ね、私の想像する漫画とかドラマで見た想像の高校の文化祭っていうのは、出店とかがあったりして、でなんかみんなでお化け屋敷とか放課後にみんなで準備とかのそういうイメージだったんですけど、私は私の、実際の理想がそれだとしたら現実はもう全く違って、ポン菓子を作るという文化祭でした。米粉パンとか、米粉のお菓子作りとかもした。わらびもっちーさんおめ、すけやまさんバラありがとう、こんばんは。なんかそういう定番のね文化祭というものを経験したことがないので、 STU でぜひやってほしいですね、文化祭とか夏祭りとか。そう、田植えして、夏休みも田んぼに集合なの夏休み普通さ部活とかって体育館とかでやるじゃん、でも私の場合は田んぼ集合なんですよ。何時に田んぼに来てくださいって連絡がグループで送られてきて、はいって言ってジャージで田んぼ行って、で稲の様子を見たりとか稲刈りしたりとかもそういう活動をしてましたね。あまりない経験ですよね、いいよね。そうなの、なんだかん楽しかったですよ。近所の保育園との交流とかあって、何月何日は保育園の子が来ますみたいな、一緒に田植えしましょうみたいな、そういうイベントとかあったりしてね、楽しかった。今思えばね、当時はもううわーうぃー熱いよー虫怖いよーとか思ったけど、今思えばいい経験です。キングさんハートありがとう。リネの様子見たりって空耳したいリネの様子は見たいけど、定期的に見たいけど、普段の生活覗きに行きたいけど面白そうだけども、田んぼ、お米だけだったかな作ったの。あ、そう、昨日ねリネタンからねチョコもらったんですよ、あの平成女児チョコみたいなやつ私がずっと食べたいって言ってた、わかる、あの小学校とかの時にさ友チョコで作るあのアルミのカップに、ギザギザのアルミのカップにチョコ
入れてデコレーションしたやつ、あのアラザンとか乗ってるやつ、アラザンっていうのは粒々の輝いてるやつね、もらったんですよ、リネタンに。配信で作ったらしい。めっちゃ美味しかったです。しかも昨日さ、あのアイス買ってなくて、あー配信終わった後のアイス今日ないやん、チョコ食べたいよとか思ってたら、リネがチョコくれたからよかったとってもハッピーでした。しっかりお返しも今日できました。だからもうお返しもらった人にはお返しし終わってるから、私は3倍返し制度はありません。やっぱバレンタインのうちに渡しとけば3倍返しの制度を考えなくていいからいいですね。あかりんさんにもそらはさんにもりなにも返せました。あやぱんからもらえてないです。多分本命なんだと思います。本命だからきっとまだなんだと思う。違うかも。昨日なんか危険人物みたいな扱い受けた、あやぱんからのリプ編で。あやぱんからのリプ編、なんかパセリ、サイコパセリが来たぞみたいな、なんかそのさ、町村とかに狼が出た時のテンションで注意喚起されて、そうそうなんですよ。悲しい。江戸っ子のかずちゃん、クッキーありがとう。そうなの、本当に逃げろって言われてた。しかもあやぱんだけじゃなくてさ、ファンの皆さんも逃げるように促されてました。あ、握り天投稿。そう、握り天食べたんですよ昨日。握り天食べましたよ。美味しかった。アスパラベーコン、間違った、嘘ついた、ベーコンチーズでしたなんかね、新しい味が出てた。アナゴ味、アナゴ味かなんかの新しいのが、新作が出てました。でもそんなのお構いなしにベーコンチーズにしました。そんなの関係ないと思って、ベーコンチーズです。とても美味しかったです。握り天、なんかそう、昨日ね、お友達があの会社の人たちでみんなでディズニーランドに行ったって連絡来たから、私も宮島に行ったよ、握り天食べたって言ったら、何握り天、おにぎりって言われました。お米って言われて、あれは練り物、練り物だよね。確かに握り、なんで握り天って言うんだろう。握り天、握り天。あ、そうで、あー、もう半過ぎてるやん。45分までしますね、配信。45分に終わります。あのね、今日ついにパセリは数年ぶりに箱アイスを購入しました。これは大変珍しいことでございます。なぜ今まで箱アイスを禁止していたかと言いますと、箱アイスを買っても一人で一箱もうすぐ10分20分とかで食べきってしまうという、はい、もう良くない、よく言えば個性、悪く言えば短所みたいな性質、うん、なんていうの、そういうなんか生態、生態、パセリ図鑑に載せてほしいんですけど、あのそういう生態でして、そうなの、すぐね食べきっちゃうんよ箱アイス買っても。だから今までここ数年間箱アイス禁止だったんですけど、なんか最近アイス我慢できるんじゃないかみたいな思い始めたから、ちょっと勇気を出して買ってみました箱アイス。でももう一個食べちゃったんだよね。で配信終わってもう一個食べるでしょ。で6個入りなんだよね。で今日のうちにほぼ3分の1 3分の1消えるじゃん。寝る前とかに食べたらもう2分の1じゃないですか。うん、ちょっと難しいかも、食べきっちゃうかもって感じです。
箱アイスはガーナのなんて名前だっけな、2層のガーナみたいなやつを買ってみたんですけど、そうガーナ、ガーナ、ちなみに今日は昼にチョコモナカジャンボ、夕方にジャイアントコーン食べてます。本当に最悪、もうすでに今日アイスしてるからね、アイス済みの女です。あ、これを買ってみました。これ美味しいの、これめっちゃ美味しい、おすすめです。これはね、あのパルムみたいな見た目なんですけど、チョコが2層になってるから、そのチョコのパリの後にアイスのトロトロ感というか、この書いてある通りです。2層のチョコ、濃密な口どけ、この通り、本当にこの通りなんですよ。おすすめですね。え、本当に困っちゃうよね。ねえ、食べ過ぎちゃうよ。でも仕方がないんだよ、美味しいアイスがいっぱい世にあるからさ。悪い、私は悪くない、無罪無罪。パセリがアイス食べてた頃のさ、この前発掘したの、当時の爆食い時代の写真発掘したんです。見せたい、どこかな、ね、いや本当にね、パセリ爆買い自体の時は本当にひどかったんですよ。もう本当にひどくて、あ、これ、いや、これはまだね、まだ、あ、これも秒で消える、もう一瞬で食べきっちゃう、このこれとか、これどころじゃない、もっとすごいなったの。もっとね、箱アイス2箱とかね、もう狂っていた時代があって、あれー、だってこんどこ行ったっちゃろう、そう、狂いまくり、あったありました、パセリ狂いまくり時代の2021年9月、3年前のパセリの1日のアイス量こちら、バーン、やばくない？多いでしょ？そりゃさ、今のアイス2個です、少なって言われるよ。これ箱全部もう全てやばいですよね。しかもこのコッペパン、アイスに紛れ込んでいるコッペパン、生クリームの量やばい。3年前のパセリはこういう生活をしてて、これわかるかな、あの31のさ、でっかいバケツサイズの、こういうバケツサイズのやつをちょっと見てほしいんですけど、パセリさんはあのこうやって川沿いの道、広島いっぱい川があるんですけど、このバケツサイズを外で食べてるからね、3年前の私。いや本当におかしいんです。これは多分お家で食べるためのやつなんです。でもなんでこのバケツサイズを知ったかっていうと、この3年前の夏に美穂のママと山口に行ったんですよ。で、焼肉を食べまして、美穂里峠っていうお店で焼肉を食べた後に、なんかアイス食べたいね、31近くにあるらしいよ、行こうよって言って、よーしって言って一人一個ので、ここでバケツサイズというものの存在を知って、私は味を占めたので、やばいよね、普通に一人一個バケツサイズっていう、いやこの時点で狂ってるんですけど、みんなで、そこで私はこのバケツサイズのことを知って、もうしょっちゅう食べてます。本当に頻繁に食べてた、本当に。お金があるわけでもないのに、アイスにお金使うことにはなんか別に自分の好きなものだからと思って、いっぱいアイスにお金使ってきました。この通りです、これアイスの写真たち、この通り。
そう、ゆうちゃんチョコポップありがとう、まぽすさんハートとアイスありがとう、かずきさんクッキーありがとう、じんだいさん拍手ありがとう。やばいんですよね、もう最近もね食べてたけど、サーティワンちょっと同期されてなくて、あとこういうのが好き、こういうカップとかのアイスってパリパリとかないじゃん、そういうやつには自分でクッキーとかチンスコーとか入れて組み合わせるのが好きなんですよ。わかる？なんかこういう食感があるものが好きでね、私こういうのとか、こういうパリパリ系が好きだけど、パリパリがないアイスとかをもらったりすると自分でチンスコーとか入れちゃうの、やばい、激ヤバです。だからもし私がインスタグラムを始めるとしたら、この過去の4年間のアイスの写真の投稿からまずストック分としてあげて行くことになるかもしれない。だってものすごいもん、ものすごい量のさあるもんね、いっぱいいっぱい。としひろさんおめ、わたさんおめありがとう、ゆうちゃんおめ、まこばやさんアイス、しんいちさんクッキーありがとう、きょんしゅさんアイスありがとう、ありがとうございます。インスタ何10枚、あそうなの、10枚載せれるの、じゃ同じ系統でまとめた方がいいですね。そうでも写真撮ってないことの方が多いので、アイス食べるとき撮らないじゃん毎回だから撮ってない写真もいっぱいあると思ったら、アイスを食べるパセリさん、威嚇するパセリさん、アイスを食べるパセリさんね、大変だ。この前のマイカーの焼肉でもさ、アイス食べたの、ハートで可愛かったです。え、45分じゃないよね、まだ大丈夫だった。ねえ、アイスで思い出した、今日のパセリの秘宝を聞いてください。パセが1年前から楽しみにしていたバレンタイン時期限定の、あの氷や雪帽子っていう STU メンバーがよく行くかき氷屋さんがあるんですけど、1年前からね楽しみにしとったんよ、もうメールでも送ったぐらい、始まった、ついに始まったぞって送ったぐらい楽しみにしてたチョコレートのねかき氷が、なんとバレンタインまでだったっぽくて、もうねメニューにないらしい、昨日までだったらしい、食べれなかったです、とてもとても悔しい、食べる気満々だったのに悔しいです、とてもなんてこった。写真あるかな、そういうの去年のやつ、いや本当にねびっくりするぐらい美味しかったんですよ、来年も絶対食べると思って、1年間も絶対行くぞ、これです、こちら、これをね楽しみにしとったのに、もうほらこんなペロリよ、ペロリでございますわよ。どんぐらい大きいかっていうと、
伝わるかな。こんな感じ。結構大きい。楽しみにしたのに行けなかったです。また来年。悲しい。キングさんハート、ニンニンハート、シーチさんだるまありがとう。ディスズさんロケットありがとう。ヒラリンハットさん雨ありがとう。ねえ、43分、もう終わる時間ですか。じゃあ終わります。結局今日もいっぱい喋りすぎちゃいました。ありがとうございました。また来年食べたいと思います。悔しい。では皆さん早く寝なきゃ。パセリは3時半に起きるね。みんなテレパシー送っといてください。よろしくお願いします。お風呂も頑張るよ。ミッチお断りです。お断り。そういっぱいおしゃべりできるようになりました。でもねこの子がいないとまだちょっとしゃべるの不安です。今度の広島のお話し会も連れて行きます。明日夜配信です。明日は朝配信できないので、夜、朝も昼も配信できません。なので夜オンリーになります。よろしくお願いします。頑張る。わーん、さゆっちょさんおめありがとう。では壇上いきます。13位しいちさん、12位いっちゃん、11位くわどりさん、10位まぽすさん、あ、白熊、白熊が好きなのね。9位かめさん、8位いもけんぴさん、7位阿部ひろしさん、6位しゅんさん、5位すーゆーちぇん、4位かずのしんさん、3位ゆうたくん、2位ぱいのみさん、1位おみかんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんこの時間までお付き合いありがとうございます。ではまた明日会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。